店店長お二人よりご挨拶をさせていただきます。皆さんこんばんは。私は伊藤洋華堂アリオ仙台店店長の深井と申します。本日はお寒い中、アリオ仙台泉店閉店セレモニーにお集まりいただきましてありがとうございます。少しの時間ではありますが、私から最後のご挨拶をさせていただきます。アリオ仙台泉店は1992年7月1日、地下鉄南北線の泉中央駅の開業に合わせてオープンいたしました。当初はこの地区の発展に合わせ順調に売上を伸ばしてまいりました。1996年開店5年目にはイトーヨーカドーとして170億円の売上を上げ、全国のイトーヨーカドーの中でも有数の店舗となりました。しかしながらその後多数の競合店舗が開店し、厳しい状況となってまいりました。皆さんもご存知かと思いますが、2010年には閉店ホールが並び、社内でも閉店が決まっていたお店です。その翌年、2011年東日本大震災があり、このお店も大きな被害を受けました。店内は商品が崩れ落ち、甚大な被害で店内で営業することはできませんでした。そんな中で地域のお客様の要望にお応えして店頭販売を実施いたしました。多くのお客様から感謝の言葉をいただいております。そして今閉店が決定した後も日々この時のこと、感謝の言葉、ありがとうの言葉をたくさんいただきました。その後会社として閉店を撤回し、アリオに業態を変更して再生の道を歩みました。私は2018年から6年間この店を担当させていただきました。2018年、2019年には業績が回復し手応えがございました。しかし残念ながら2020年、新型コロナウイルスの感染拡大により一部店舗の休業を余儀なくされ、その後もイトーヨーカドーのアパレル事業、そして一部飲食、厳しい業績となりました。そして昨年、本当に残念なんですが閉店が決まってしまいました。31年の間この地でご愛顧いただいたこのお店を閉店させることになってしまったこと、本当に申し訳ございません。心からお詫び申し上げます。明日からこのお店が開くことはありません。ただこの泉中央の地にこのお店があったことをぜひ忘れないでください。そして最後に私から皆さんへのお願いがあります。ここにいる最後まで頑張ってくれた従業員、ほとんどが仙台の地に残ります。ぜひうちのこのメンバーを見かけたら温かい お声掛けをお願いいたします。最後になりますが、31年間ご愛顧いただいたお客様と最後まで頑張ってくれた従業員、そしてこのお店に感謝して私から最後の言葉をお伝えしたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。